ちは。こんにちは。ダンサーの津田です。でも、まあ、早速なんですけど、面白いバトルってどんな、面白いバトル？そう、面白いバトルって面白いバトル。いいバトルね、いいバトル。まあいいバトルでも面白いバトルだね。じゃあ俺からまた。最年少だもんね。最年少だから行かなきゃ。じゃあまあバトルっていうことなんで、うん、やっぱまあ普通のダンスと違って勝ち負けがついちゃうもんなんで、うん、まあなんか圧倒的なバトルが俺は好きかなっていうところが。圧倒的。圧倒的。圧倒的なんかやっぱり人みたいな。まあそれ違うから。まあなんかやっぱワンムーブすごいことをしただけで、うん、途中でわーって勝っただけでもうあと何やっても勝ちみたいな。ああ、じゃあいっぱい流れじゃなくて一個の小ネタだけでみたいな、ね、空気ごと持ってってもうあとはもう好きに踊れるみたいな爆発型が、ね、はい、逆にちょっと書いてあまあその爆発するタイプのバトルが好きかなって思います、うん、なるほどね。しょうかは僕はね、いいバトルってね言葉で言っても分かんないよね。やっぱりどうしても見てもらわないといけないですけど、うんうん、1個動画がねあるんだけどね。どうしたの？今日忘れちゃったんだよね。忘れちゃったんだよ。いやそれはあるよ。持ってきたよ今日。持ってきたんですか？持ってきますね、いつも持ってきますね。これ動画おじさん。動画おじさん、あ、これ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 なんですよ。これなんでしたっけ？ジャスデブっていう世界大会のハウス、まあ、バトルのハウス部門のバトルの動画ですね、うんうん、そうだそうだそうだ。戦ってる相手がシリアルステッパーっていう同じチーム同士なんですよね。2on2で、2on2で、うん、まあ、この辺はね同じチーム同士なんですけど敵なんですけど同じ、そうさ、バトル終わった後最後アドリブでショーケース始まるんですよ。全員アドリブで合わせたんですよね、うん、もうこれ世界大会の決勝戦なんですよ。ってことはバトル中ってことだよね。そう、要は勝ち負けを超えたものがやっぱダンスの中にはあるっていうので、これダンスバトルっていうよりかはもうこれぞダンスっていう、そんなバトルなのかなっていう感じですかね。周りがもう観客がもうめっちゃ盛り上がってるからね、うん、見てもらうと分かるけど、動画でこんだけ伝わるってことは本当に生で見たら多分もうね、やばいやばい、もう水分全部 0% だ、ね、顔で表すとどんな感じでしょうか。顔で表すとね、出たお得意の、いやこれもう恒例じゃないこれなんですけど、まあこれが出てたことでこの動画はおそらくアンパカ TV の動画サイトにアップされるので、重いよ、これもまあ恒例になってるよね。重いよ重いよ。ダンサーの集い次回もお楽しみください。じゃあまたね。重いよ。